巨人と豪華 WBC の裏話を披露。日本ラウンドでメンバー全員での食事会が開催された時の大谷について語った。30人いて焼肉を相当食べてかなりの金額だった。それをダルビッシュと大谷で折半してくれた。日本球界では年齢が上の人が払うのが主流だが、メジャーでは年俸が高い人が払うみたいで、と語った。これ、貴重な写真になるんじゃん。こうして見るとほんまにとんでもないメンバーやな。マジで歴代 WBC 日本代表の中で最強最高のメンツでしょ。大谷、ダル、佐々木、山本、村上、牧とかその他も豪華すぎる。このメンバー、何キロ食べたんやろ。一体いくらになったんでしょうね。この真ん中の3人、右、年俸1015億の世界トップスター。真ん中、あわや三冠王の大活躍。左、女性不祥事で迷走。かなりの金額言うても大谷さんはこの頃でも広告と合わせて90億くらい稼いでるから。ダルビッシュがいたからここまで団結したと思う。二人とも、こういうところでお金使わないと、使うところないんじゃないかな。他の選手も十分に払えると思うけど、いい写真っすよね。監督コーチを除いた選手だけの食事会なのかと思ったら、ざっかり一平さんもいるんやな。大谷翔平選手が外食なんて、超絶レア。普段酒を飲む席には参加しない大谷が参加してるところに、この WBC で世界一を取るという気概を痛烈に感じたわ。今年の WBC の世界一は、ダルビッシュ有投手のおかげやろう。WBC の功労者は、ダントツでダルビッシュやろ。参加選手に声をかけ、食事会を催して散財はする、孤立している選手も励ます、海外組として初めから参加するとかな。さすが高級鳥の二人といったところだが、チームの団結には計り知れない好影響をもたらしたに違いない。大谷なら焼肉店ごとでも買えるわな。大谷は誰からもおごってもらえそうにないな。